店員の住む町岩田。ここは毎日静岡新聞産経とかもあるんですね。毎日静岡産経日経今日産経産スポ、毎日静岡日経夕刊って書きますね。なんかでも色合いとか落ち着いた感じで、なんか落ち着いた感じの街並みですね。だけど本当にねえな。なんていうか、なんもないな。これは想定外だったな。一本筋書いたらどうなんでしょうか。厳しそうだよな、この感じだと。で、あそこは。服屋。お弁当。弁当を買う？弁当を買っても食う場所がねえんだよな、今回。中では健康惣菜屋さん。どういうこと？ビアンゴナイスヘア。ビールとビールが飲める美容室ってことなのかな。前どっかの動画でも言ったと思いますけど、額縁屋さんとかあるで。前に私は何を言ったっていう話をしようとしたんやったっけ。何を話そうとしとったんやったっけな。弁当、惣菜があるけどな。今日はお弁当を食べるには場所がないし、風がこんなにありますからね。みたいな話をしておって、そうや。ビール、なんか今ビールとヘアサロンみたいなところが出てきて、そう。一宮にね、コーヒーの飲める、喫茶店みたいなのを兼ね取る、美容室というか、あそこは理容室ですけどね、床屋さんがありましたね。ここ健康惣菜お弁当と。中で食べることもできるのかな。中で食べられそうかな。ここから渡って一回ちょっと行ってみましょうか。うなぎちょっとここでしましょうか。足まで下ろしてねえけど、まあ、ちょっと食うぐらいのは大丈夫でしょう。よし。じゃあ、この、竹屋さんでいいのかな？竹屋さんだ。寄ってみましょう。よいしょ。さあ、ってことでね、食べてきましたけどね。そう、やっぱね、中でもね、食べれるようになっておって、要は、今のシステムはお弁当を取ってで、要はコンビニのイートインスペースみたいな感じでイートインスペースが作ってあって、まあ、そこを言ったら使えますよっていうことですね。でやっぱ税率が変わるんで、ちょっとね、料金も 8%、10% の違いが出ますけどというような感じみたいです。でも中がね、そのコンビニのイートインスペースと違ってちゃんとあれになってますから、結構各地にあったりするのかな、こういう。ちなみにここジュビロロードっていうらしいです。ですからあそこもジュビロロード店ってことらしいですね。そう、各地にあるんだ、こんな感じで。すごいな。当然やっぱりジュビロ一色の感じになってますけど、で、そうで中で食べるんですけど、要はその簡単なね椅子を置いたっていうんじゃなくて、結構レストランみたいに、結構しっかりと座ってるね、ソファーというかね、革張りの、椅子が置いてあったんで、
すごく、店内もめちゃくちゃ綺麗でしたしね、よかったですね。あ、お二人こんな感じでね。まあですので、ね、やっぱりあのイートインスペース使ってる方全然ねいなかったんですけど、逆にね、ゆっくり、食べることができたんでよかったかなと、いうことですね。まあその代わり使ってるね、ところでで、レンジとかもね、一応置いてあって、それで温めて食べれるんでいいですね、っていう感じですね。さあ、じゃあお腹も膨れたし、そう、どっちかというとね、メニュー自体はヘルシー志向な感じのやつが多かったですね。ですからさっきのね、あのチキンが入ってるやつもナスとチキンで、で、副菜もね、副総菜も、豆もあったり、野菜のね、グリルした野菜とかもね、ありましたから、あ、ボイルか、ボイルした野菜とかもね、入っておったりしとったんで、すごく体のバランスいい感じで良かったですよ、美味しかったです、はい。で、600円ぐらいだったかな、そうそう、税込みでね、610円くらいだったかなっていうところですね。さあ、ということで、さあ、また市営駐車場のあたりまで戻ってきましたねと。さあ、しれっと戻ってきましたけど、まあとりあえずもう今日はこのまんま、浜松寄るかなどうかなってところですね。もうあれやったらどうせ高速が使えないという情報が入ってますんでね、だったらもう車乗っていいかなとは思うんですね。まあ、でもこうやってね、国駅いろいろ入れるのもあのフリー切符ならではですよね。下手に青春18切符やとあれですからね、あの無人のところね、ちょっと大変だったりしますから、その点こっちのね、フリー切符だと、使えますね。で、5回分ね、使い切らんよって言うんだったらこういうような感じでね、全然、あの青春18切符の時期でもね、使い方としてニーズあるんちゃうかなと思いますんでね。よし、あ、スクランプか、めっちゃ立派な木あるんですね、岩田の駅前。めっちゃぶっといね。ここら辺は煙突なんだ、演習鉄道なんですね。階層でか、階層の文字でか。ここは駅前にすぐに、ビジネスホテルもあるんですね。まあ、今日はもうこのまま戻ってきますのでね。まあ岩田の駅はちょっと簡略的にはないんですけど、まあでも一応、ご飯も食べれるし、よしとしましょう。じゃあ、そっからね、豊橋までまだ860円ぐらいですからね。さあ、直接行けるのかな。あ、この時間だと浜松一回乗りたいか。ただこっちとこは3分くらいぐらいで住んでるみたいですね。よいしょ、まあ、だいぶ使い込みましたね。よし、一番乗り場か。あ、ここが一番乗り場だったんだ。もう全然使ってない感じみたいですね。線路も錆びてるし、これはあれなのかな、位置によって書いてある、簡単によって書いたりするのかな。なんかパタパタパタって帰りそうな感じになってますよね。まもなく3番線、停電時間、幅の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 時間